3月19日の湘南ベルマーレ戦での山岸選手のゴールです。後半アディショナルタイムで2点決めて逆転勝利した山岸選手のシュートは今でもすごく思い出に残っています。山野井選手です。昨年2月に入籍され、お子さんからも愛される家族の守護神になりそうだなと思っています。来季加入内定の茂美選手です。現在福岡大学サッカー部でも活躍されている茂美選手は、今シーズンからでも期待の新星となるような選手になるのではないかと思っています。三國ケネディエブス選手です。バレンタインの次の日だったんですけど、ハッシュタグバレンタインとは無縁というツイートをしているのがすごく面白かったです。井上選手面白いなと思うので、ぜひコンビを組んでお笑いの M1 とかでも優勝してほしいなと思います。私の今シーズンの推しメンの選手はウェリントン選手です。2017シーズンぶりにアビスパ福岡のユニフォームを着て活躍される姿がとても印象的です。得点源となること間違いなしの選手だと思います。今シーズンのアビスパ福岡の魅力は、新しい選手とともにさらに進化していくアビスパ福岡を見れるというのが注目ポイントだと思います。ぜひ皆さんも一緒にスタジアムで私たちと応援しましょう。